こんにちは、金黒です。今回は MacOS をシエラにバージョンアップして Apple Watch でロックを解除、そんなお話です。今日9月21日は MacOS シエラがリリースされました。 Apple Watch を Mac に近づけるとパスワードが解除できるっていうふうに聞いていましたんで、早速私の MacBook Air も MacOS シエラをインストールしました。 Apple Watch でMac のロック自動解除をしようと思うと、ハードウェアには3つの条件があって、まず1つ目は Apple Watch を持っていること、2つ目は自動ロック解除する Mac は2013年以降の Mac であること、3つ目は Apple Watch とペアリングされている iPhone は iPhone5 以降であること、そしてそれぞれのハードウェアに WatchOS、MacOS、iOS と最新の OS をそれぞれに入れとく必要があります。その3つの OS バージョンアップするのにそれなりに時間はかかりました。それぞれの OS を最新のものにすると、次は Mac の設定をします。左上のシステム環境設定でセキュリティとプライバシー、こちらをクリックします。この中に Apple Watch でこの Mac のロックを解除できるようにする、ここをチェックします。 MacOS シエラにバージョンアップする際に Apple ID の2ファクター認証という設定をしなかったら、この際に Apple ID の2ファクター認証を要求してきます。その要求のまま今回は2ファクター認証を登録します。 Apple Watch 側でこのようなパスコードを設定していない人はパスコードの設定が必要です。多分 Mac 側にこんな感じのエラーが出ると思います。そんな方は Apple Watch の中の設定をタップして、このパスコードをタップします。そうするとパスコードを設定できますので、このパスコードを設定できたら Mac 側で先ほどの画面の Apple Watch で自動ロック解除、今度はチェックを入れるとうまく設定できると思います。それでもうまくいかないときは Bluetooth がオンになっているか、また OS は全て最新のものか、同じ Apple ID でデバイスが管理されているか、そんなところをチェックしてみてください。最後に設定がうまくいったらこんな感じで Mac のロックが解除できるっていうのをやってみます。一回閉じます。そして開いたら普通はパスワードを要求してきますが、近づけるとこんな感じでロックが解除されます。明らかにパスワードを入力するよりも早く Mac のロックが解除できます。いろいろやってみたら Apple Watch を 2,3 メーター遠ざけたら普通にパスワードを要求してきました。ですから Apple Watch を持ってない日は普通にパスワードを入力するとロック解除ができます。今回は MacOS シエラにバージョンアップして Apple Watch で Mac の自動ロックを解除する、そんな内容の動画でした。 Apple Watch でやりたかったことの一つが Mac の自動ロック解除でした。パスワードを打つ必要がないのはすごく便利です。またこの Apple Watch の便利な使い方、動画でご紹介しますので、よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは。